Amazon フルフィメントサービス、まずは出品方法です。まずこれを出したいとします。マイケル・ジャクソンオパスですね。まずこれを普通に商品を見つけたら、このマーケットプレイスに出品するを押します。そうすると簡単ですね。で、これ新品なら新品、ただし新品とつけるとですね、定価でしか売れません。ここでプレミアを作って売るんであれば、ほぼ新品を選びましょう。で、ここに未使用未開封ですと書きます。販売価格ですね。これ品薄なんで39,800円にします。在庫ですね。で、ここですね、SKU。これを入れないで、自動で生成されちゃうと入力順がバラバラになってしまいますので、ここに入れます。例えば2010年10月28日のマイケル・ジャクソンの1冊目と、こんな風に入れます。で、ここですね、商品が売れた場合、Amazon に配送代行及びカスタマーサービス。これが FBA なんですけど、一個一個これをやると大変なんで、まず普通に出して、後から全部やります。まずは普通に出します。で、39,800円ですね。ちなみに39,800円で売れると、手数料は6,030円、15%プラス何がしという感じで取られます。結構高いように感じますけど、まあ、これ自力で売ったんだとですね、まあ、ほぼ売れないんで、アクセスが多い。それからこの出し方をすると、注文すると当日とか翌日届く、プライムサービスですね、それの対象になりますんで、売れ行きはすごく良くなります。中にはアマゾンと勘違いして買う人も出てくるぐらいなんで、まあ、これ39,800円って高額なものを考えるとちょっとあれですけど、小さいものであれば安いものですね。1000円、2000円のものであればすごい安いと思います。私なんかの場合、大きなもの、それからアマゾンの方が売りやすいものは、たとえ10万であっても、やっぱりアマゾンで出した方が売りやすくていいと思います。こんな風にですね、今すぐ出品で、これが出品されました。で、在庫管理へ行くと、このように売り出したものが載ってます。今出したのはまだここには入ってきてませんので、今のような感じでですね、出したいものをまず全部普通に、マーケットプレイスで出すように出品します。出品の仕方は以上です。あと FBA 特許の手続きはまた、別ビデオで続きます。転売アカデミーでは、Amazon 輸出無料メルマガ講座をお届けします。このリンクをクリックして、メールアドレスを入力、名前を入力して、確認画面へ進む様子。そして、登録。メルマガに登録してください。